はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪学園 YYY 学園生活の新しい情報が出てましたので見ていきましょう。新 CM が出たらしいね。コマくんがバーッと喋る新 CM が出ました。俺も見たけども、今回の新しいアップデートについての話だったね。なかなか熱い感じです。Y 学園の人気者たちになりきろう。今回の CM のほとんどがなりきりキャラプレイのプレイ動画となってます。でまずこれ、キャラ選択のところみたいだけども、こんな感じになってるね。で固有のなりきりアクションっていうのがあって、陣平はバク剣くれないげんこつ、これみたいだね。ぬらり師匠直伝の必殺技、紅の拳で突撃しビッグブラックをひるませる。まあアタッカーみたいな感じか。ただただ攻撃するっていう技みたいだね。で次の画像なんだけども、こういう感じになってます。開始まで何秒とかなってるけども、下にあなたはエイリアンですって書いてあるじゃない。これ俺がエイリアンだったらバレバレじゃない。これが消えるまで、スイッチを抜いとけばいいのか、画面真っ暗にしとけばいいか。そうしないと俺がエイリアンとか生徒とかバレたら全然面白くないもんね。そこはちょっと生放送では気をつけていきましょう。ここでエイリアンって表示して、あとは表示しないよね。常にこうエイリアン生徒っていうのが表示されてるんだったらちょっとまずいな。そして次、生徒の場合キャラクターになりきってアクション。今回の CM では吹雪さんとキュービ先輩が紹介されてるんだよね。吹雪さんはお手製の爆弾でエイリアンを足止めするっていうスキルらしいね。まあ、攻撃が陣平、そして吹雪さんは足止めという風な感じみたいだね。吹雪さんに続いてキュービ先輩。キュービ先輩は黄色い声援を浴びてスピードアップするらしい。おお、スピードアップか。どれぐらい速くなるかわかんないけども、まあ役に立つことがあるんだろうね。あー、次の画像を見てみて思った。エイリアンの場合だけど、これエイリアンって丸分かりだな。そうだよね、エイリアンに変身して陣平たちを攻撃するから、自分がエイリアンっていうのは丸分かりだ。ということは生放送するにあたって俺がエイリアンになった時っていうのがよろしくないね。全然よろしくねえぞ。みんなもうバレバレだから、俺が生徒の時の方がいいんだろうね。まあまあ、どんな風になるかわかんないけども、これはちょっと俺がエイリアンの時は致命的だぞ。はい、そしてここで CM がおしまいです。残念ながらね、アップデートの日にちっていうのはわからないのよ。日にちがわからない。ここに書かれてるかと思いきや書かれてないんだよね。でも CM をもう打っちゃったってことは近々ってことだよね。もう近いよ。パッケージ版ダウンロード版好評発売中だけども、今回のアップデートはまだまだ先ですよじゃちょっとダメなんで、すぐ来るんじゃない？今週、いや今週来るか。まあとにかく CM を打ったってことは、まあ次の情報っていうのも早めに出てくると思うので、ちょっと楽しみに待っておきましょう。それではまたね、出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。